じゃあ、お正月っぽい絵を、みんなで描くよ。あれ？ひりおくこっち、こっち、こっち、こっち。こっち、こっち。タコ。ひりおくこっち、こっち、こっち、こっち。じゃあ、今から、4人には、このお正月っぽい絵を描いてもらいます。自由に、好きなものを描いていいので、自由に描いてください。それでは、3! !3 の意味が、ナルトで言う解散の意味だから。正月か。正月か。正月、まあ、イメージだけど、俺はこれだな。俺も書いてみよう。完成した。完成した。これはドラえもんの4次元ポケットじゃないよ。これは、コマ。俺が書いたのはコマです。ちょっと他の人の見に行こうかな。これは書いてる途中だな。わかんない。わかんない。これなんだろうな。ペチ塗りで頑張ってますね。あー、諦めた。諦めた。これなんだ？あ、わかった、俺これわかったよ。これタコ揚げでしょ。これ合ってる？タコ揚げだよね。違う？違うっぽい。違うっぽいな。ねえ、これ。108? 108? 109の間違いじゃないのか。109の福袋じゃなくて。108ってなんだ。これあれか。108回鐘を鳴らす除夜の鐘か。なるほど。正月だ。すごい。丸書いとこ。いいね。これいいね。これいいね、これ。除夜の鐘108回か。なるほどね。あー、これ、神社の鳥居か、初詣ね。お賽銭にあさり投げてんのか。なるほど、なるほど。なるほど。そういうことか。え、これはミスったのか。これミスったやつか。あれ？同じの書いてない？同じの書いてる。鳥居書いてるよ。ねえ。あの夫婦、この二人夫婦なんだけど、リアル夫婦なんだけどさ。夫婦で鳥居描いてるぞ。かぶってるぞ。仲いい夫婦だ。一緒に行ったんかな。ひりおくん。ひりおくんが描いたんか？あ、正月っぽいもの描いてあるけど、これはまさに正月。字だよ、これ、字。ひりおくん、お正月の正月って書いて、びっくりマークまで書いてある。確かに正月だけど、なんか字書けるんだ、ひりおくん。綺麗に描けるんだね、字。博識だね、ひりおくんは。頭いいんやな。イカ以外の。人間の世界の字がわかるんだ。なんだなんだこう見ると、俺が描いたこの4次元ポケットは、確かになんか、しょぼいな。